Hey, wanna play? ホラーバーサクリファイスです。今回紹介する作品はこちら、サンゲリア。この作品は1979年のイタリアとアメリカの合作作品です。とにかく僕が大好きなホラー監督ルチオ・フルチ作品。まあ、触りのあらすじを紹介すると、ニューヨークに一艘のクルーザーが漂着。捜索に入った警官の前にゾンビが現れた。一人の警官は襲われ、もう一人の警官は何発も発砲したがゾンビに逃げられてしまう。この事件は報道され、クルーザーの持ち主の娘アンを取材した新聞記者のピーターは、アンから父親はカリブ海のマトゥール島に行った後消息不明になったと聞き、アンとピーターたちはマトゥール島へ向かう。このサンゲリア、現代はゾンビだから、あのジョージ・ロメロのゾンビと同じ名前なんですけど、ジョージ・ロメロのゾンビの方は現代をダウン・オブ・ザ・デッドって言います。でロメロの方はこう世界に発信するときにつけた名前がゾンビだから、はっきりと現代をゾンビってつけたのはこっちが最初なんですけど、やっぱりロメロのゾンビとごっちゃになるんで、こっちの方は世界に発信するときはゾンビ2って題名になりました。でもやっぱり日本としてはロメロのゾンビとフルチのゾンビ2、まあ、全く関連性がないんで、日本だけ独自にサンゲリアっていう題名をつけました。なぜサンゲリアっていう題名になったのかっていうところは諸説あるんですけど、まあ、詳しいことは分かっていません。でもこのサンゲリア、もうイタリア語話の巨匠ルチオ・フルチのゾンビと、もうジョージ・ロメロのゾンビ、まあ、全然ビジュアルが違うので、当時日本のマニアの間ではこのサンゲリアのゾンビをサングで、ロメロのゾンビをゾンビっていう感じでちょっと違うモンスターとして呼んでました。当時もう一つダリオ・アルジェントの1985年の作品でデモンズ、これも基本的にゾンビなんですけど、こっちの方はちょっとこう悪魔が絡んできてるんで、まあダリオの方のゾンビはまあデモンズっていう分け方をして、うん、その当時っていうか、まあその近辺その年代あたりは、まあ、ゾンビだったりサングだったりデモンズだったり、なんかまあ元を正せばっていうか、まあ根本はゾンビなんですけど違う呼び名をなんか開発しようっていう動きはありました。もう今でこそゾンビって言えばどんなモンスターかもう分かるんでもう簡単に使ってますけど、あの頃の監督たちはもう俺が作ったモンスターをゾンビって呼ぶなよみたいなところもありました。だからもう今で言うと明らかにゾンビなのにウォーカーって呼んでみたりとか、あんたは道を歩いてた男の人を撃った、いいか、あれは人間じゃなくウォーカーだ、死人のことは知ってるだろう。ああ大勢死んでたよ、外にも死体が山積みになってた。違う、その死体のことじゃない、歩き回ってるウォーカーだよ。でもねもうね今さら、うん、あのなんか蘇った死体がうろうろして人を襲うっていうタイプをもうあえてゾンビって言わない感じはなんかこう見てて、お前今までテレビとか映画とか見たことないのみたいな感じになるんで、うん、もうゾンビでいいんじゃないかなみたいな。てな感じでちょっとゾンビのことについていろいろ喋りましたけど、まあ、今回のサンゲリア、もうルチオ・フルチ監督だからもうえぐいシーンがえぐい。
しかもえぐいシーンが多い。ロメロのゾンビはもう4分の3くらいがこう人間模様だったのに対して、フルチのサングはもう4分の3が戦いだから、話が単純なんで、もう気持ち悪いゾンビ見たいなって思う人には超おすすめの映画です。今回はサングリアの紹介でした。それではまたお手報告する。